パラオついにやってまいりました。まあ、基本的にこんなパクリはしたくないんで、はい、やってこなかったんですけど。そうですね。え、これどこっすか、何パーセントっすか。ビッグバレットドアね。いや、これ99%ビッグバレット。ミスビッグバレット。ミスビッグバレットなんで、ちゃんと概要欄にね。でも一応本家は夕闇ということなんで。あ、そうですね。はい、まあ、夕闇、一応東海オンエアさんもね、夕闇ちゃんと。千葉クイズ今回のミスビッグバレットは、ちょっと許していただきたいと。はい。ということで、はい、まあ、皆さん、まあ、長年も花尾と一緒にいると思うんで、いや、でも、こんだけ一緒にいても、つかめないとか、その魅力に。いや、まあ、その説は。いや、でも、その説マジで濃厚。でも意外と、自分って、薄っぺらい人間なんやなって、これ答えて分かった。ちょっと悲しくなった。これ普通の答えだから、普通にいっぱいあるから。ということで、花を目指して皆さん、ぜひ、頑張ってください。はい、頑張ります。さあ、目で聞いてください、もう一度。顔。では、花を第一問。ダダン好きなアニメは？これ外したら俺ちょっとなんか今まで一緒にいた花輪は花輪じゃないわ俺これ外したらちょっとちゃうわ絶対二重人格入ってますよね。いきます、せーの、はい、スカレオスター、はいはいはい、いやこれじゃなく俺こう見させられたからなこれなんなら見させられとるから今日入ってました。はい、いきます、はいはい、好きなアニメは？何悩んどんの？何悩んどんの？カレーだっす。あーよかったよかった、マジで迷ったやんて、ほんまにもう一個何で迷ったと思う。鬼滅の刃とかじゃない？進撃の巨人。なんでやねん、一回撃ったか俺が。あれか、クラノ、クラノ、クラノです。クラノ、クラノはみんな知ってるから、そこはカレーとさ宣伝したいっていう意味でカレーとさって言ってます。あー、はいはい、あらんばらす。夏美友人帳が5位ぐらいでしょ。あー、夏美友人帳5位ぐらい、5位ぐらい、間違いない、電源プラス1ポイント。あはは、来た、来た、来た。ナイス。好きな色は？え、これ普通に書いていいやんな。いや、わからんわからん。いや、わからんけどな、正直。はい、3人書いた。はい、ナイス、せーので、はい、赤。バガニ赤。あバガニ、ふざけた、ふざけた。でも、花尾さん、私服ほどバガニですよ、赤じゃなくて。あー、確かに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 。あのね、ユニクロのやつとかね、モコモコのやつとか、モコモコのやつとか、確かに赤が欲しい。はい、行こう。はい、広い方行ったわ、勝つっていう。好きな色は？白。あ、今日言ってたな。いや、今日言ってた、確かに。今日言ってた。正しくするの前で、俺白の用事やもっと欲しいなみたいな。ああ、言ってた。白か。俺でもカレーでしたから当たったことはとりあえずホッとしてる。あれ、あれだけ当たったから、あ、今回大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あれが美味しいですよね。あれが違ったら今回大丈夫だ。次、もしもどこへでも行けるならどこに行く？うわ、これはもうね、俺みんなを信じてるよ。いきます、せーの、はい、何？オーストラリア。俺平和堂。サントリーに。あー、平和堂か。結果地元、結果地元っていう。いや、でも一瞬僕もって書こうとしたんですけど。いや、俺さ、行ったことある、行ったことある、行ったことある。いや、だからこそもう一回行きたいんだ。あー、そういうことね。どこやろな、マジで。ん？流すとかな。いや、この前行ったやん、一緒に。また行きたい、また行きたい、また行きたい。ほんまに俺みんなと行って楽しかったよ、これほんまに。そうだ。でもさ、さっき行ったことある、行ったことある、行ったことあるって言ってる、そこをもう2回一緒に行ったよ、俺。いただきます。一番嫌いな食べ物は？いや、これ結構むずない、これ。これも結構難しくない？はい、せーの、はい、ミニトマト。ミニトマト。あ、まあミニトマト。ミニトマト。まあ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 。え、でも花尾さんはプチトマトっていう派です。ああ、確かにね。そこか。確かに。あ、完全解凍で。はい、まあもうしゃあない、解凍棒だから。それはもう言われても、プチトマト。ああ、違う。花尾さんプチトマトっていう派なんですよ。くそ、それ分かってなかったな。え、行こう、行きましょう。次、はい、最近のマイブームは？いや、そんなん普通すぎるやろ。最近のマイブーム、考える問題じゃないの。せーの、はい。あ、雲、俺一緒一緒、雲、雲を見て写真撮るみたいな。インスタグラム。いや、雲は前、最近じゃないじゃないですか。いや、そうなん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 や。でも俺、積乱雲ってちゃんと書いてたから。ああ、そうだ、そうだ、はい。これむずい。マイブームのボルダリングですね。1回しかやってないやん。1回しかやってないやん。お前、俺が1回しか言ってるってこと？
だって我がと言ったって聞いたもん、我がから我がから聞いたもん、5回ぐらい言ってるやつにしてひそかにハマらないけど無理やわ。では次、一番好きな自分の動画は。いや、それは当ててほしいね。せーの、はい、なに、おいで。あー、俺大学生が作る幼児向け番組。あーお前最新数になって、いや、バカな話が、クソ高校3本目にして一番神回用意してくる。でも実は実はあれがないっていう。俺はこれで、はい、これで何て答えるか気になるわ。普通自分の動画はこれはウィレドって。あーすげー、よっしゃー。この動画すごかった。これは発想、発想の勝利だ。発想が好きでしたよね。はい、では次、尊敬している人は。これはもうね、真面目に答えてますね。え、どういう観点で選んだよな。だから結構幅広い、割と講義な。はい、はい、せーの、はい、小野学さん。誰やねん。俺ヒカキンさん。はじめ社長さん。誰ですか、小野学って。小野学は確か、なんかの監督です。お前、ついにふざけましたか。ついに、お前、お前チーム前を放棄したな。いや、それにしても誰の。これで織田無道とか言われたらちょっと切れるけど。はい、いこう。尊敬してる人ビビんな。いや、みんなって何やねん。俺初め社会人みたいなことやと思って、はい、働いてる人は全て尊敬するなと思って。あでも社会人だけじゃないと思って、うん、なんか生きてて頑張ってる人みたいな。いや、みんなそんな人知ってるもん。その回答でこれ責められないですよ。いや、大丈夫。でもほんま大真面目に言ってるから。まあ、それが出るんだったらちょっとこっちのギア変えます。そういう、そういう、ギア変えていこう。俺らいや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 、え、あなたのコンプレックスは。はい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 、これね。なるほど。これは、まあ、言ってますね、正直。はい、いきます。はい、せーの、はい、同時ができない、滑舌が悪い、ガリガリ。あー、滑舌か、滑舌か、確かに確かに、それは言ってる。確かに、ちょっとお前、ポイントくれよ、お前。気づかんかった。いや、気づかんかったらどうしてんの。もう俺もう不正解やん。はい、行こう。そうですね、お尻が痒いです。ほんま、ちょっと、もういい、帰っていいかな、もう。いやいやいや、ギアチェンジです、これ。ギアチェンジしよう。はい、次、ギアセカンド。好きな異性のタイプは。あー、はい、これは当ててもらわないと俺の彼女にはなれません。はい、じゃあ行きましょう、せーの、はい、はい、面倒見がいい。ああ、俺妹系、おとなしめ。はい、助けてあげたくなるけども実はしっかりしてる。ああ、惜しい。そんな人が好きです。惜しい。これむずいわ、これむずい、これむずい。ということで、残念。はい、これ残念。残念。はい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 、次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 、はい、はい、あなたの黒歴史は。多すぎて分からへん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 。いや、これでもな、絶対花輪さん黒歴史だと思ってないんだよ、これ。あの人アホやから。あの人アホやから。出して出して。せーの、はい、何？部屋でスノボして、テレビでぶっ壊れた。ありましたねー。俺は、進化の時の1回生にいきなり高級な店連れて行って飛んできた。あったー。これは、入学式前にミクシーで友達を作ったっていう。あー、全部黒歴史。俺らが正解やから。だんだん勝手に俺は分かったけど言うな。いや、俺らが客観視してこれは黒歴史ですよって教えてあげてるよ。だから見たい黒歴史は俺よ。黒歴史は、いや、だからそのないです。いや、だからあったよ。ありがとう、ありがとう。キムさん、これを黒歴史と思ってないんだよな。ほんまわかーっとやったよ、お前。そういうことか。はい、次、もし過去に戻れるならいつに戻る。分かった。俺でも降格、俺こうやと思う、正直。じゃあ行くよ。いきます。はい、せーの、はい、何、長スパの前日。ああ、俺は戻りたくない。俺は YouTuber として未来という前に進む。いや、まあまあ、ギアセカンド、俺これギアセカンド。いや、ギアこっちつけてくれ。何何、これはあの名探偵全科式の問題を解いてる途中です。いやー、なるほど。いや、俺正解でしょ。これは、大学2年生の時の初回のデートで高級レストランに連れて行ってしまって、で、1回のデートでそのまま告ってしまって、まあ、盛大に振られたんで、まずは手頃な店に行って
そっからもう少し回数で集めたっていう。その黒歴史俺が披露したんや。黒歴史俺が披露したんや。黒歴史俺が披露したんや。いやいや、なんなんそれ。黒歴史俺歴史じゃなくて黒歴史と思ってない。いや俺さっきの点欲しいわそれ、さすがに。いやそれは全然違う。黒歴史と効果は全然違う。よく出したと思わんでも俺。でも明大の試験出してくるのはマジで俺も全然分かってない。プラスでしか捉えてないから。プラスでしか捉えてない。今この瞬間何やで、お前も出会えてへんやとはいえ行こう。はい、ナイス。 YouTube をやっていて一番嬉しい瞬間は。これ普通に答えてるよな、さすがにギアサードやってないよな。なんかあの、自分の出した動画が3時間以内に非公開にされた時とか。それはドサイとか。まだ S1 問やばない、やばない。はい、せーの。はい、なに。SNS でエゴサして面白いって言われた。あ、俺一緒。鼻を動画でエゴサした時に、鼻をおもろい的なツイートを見かけた時。あ、そっちか。自分の好きなものを自分で作れた時。いやでもこれも正解やと思うんですよ。でも全部正解やで、これ実は。もう正解です、これ全部。正解です。全部正解です。全部正解です。はい、入ります。引くしはないやつ。まあ、ひとえに、まあ動画が面白いと言ってくれることが、もう何より嬉しく思います。正解！よっしゃー！しゃ！久しぶりに正解した。久しぶりに正解した。はい。はい、じゃあ次。はいっす。キムのいいところは？これはまあどっちかで言ったら YouTube 的な観点かもしれないですね。はい、ごせーの。はい、バダオ。あー、それか。俺に憧れてること。あー、いいそう。実はプロ意識あるっていう。あー、でもこれはでもまあ妥当やけど、これが正解なんじゃない。これが近い、やっぱキムが近い。なるほどなるほど。 YouTube 的にはそうっすね。笑い方がいい。似て、ちょっと似てる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 。もう一回見よう。あ、分かった。僕そんなこと言われたことないんですけどね。いやでも俺も初見。まあこのまるまるの良さはやっぱ新たに知れるっていうのは。そうですね、別に当てる必要ない。まあ当てる必要はない別に。そうですね。ラスト2問です。えカリードスターしか当たってない。ラスト2問です。カリードスターしか当たってない。結構あったぞ問題。確かに結構あった。電眼のいいところは。あー、最後の問題もう分かったわ。これで、すんのいいところ聞いてなかったらさすがにさ、やばいよな。これさすがにやばいよな、これ最後、せーの。はい、なに。俺にないところを補ってくれる。あー、まあそう、俺も近いけど、ダメな時はダメだという俺にない真面目さみたいな。あー、ちょっと広かったっすかね。真面目なところ。はい、はい。まあ、常にみんなの平和を願い平和を実現しようとしているところですかね。あー、そっちか。まあ、確かにこれは当てようよ。そっちかー。これは当てようよ。電源さんって自分で言ってたよ。俺は自分で言ってるよ。俺はみんなよ、ね、平和になってほしい。では最終問題。はいはいはい。実は言ってなかった秘密は。違った。なんだろう。お前なんでやねん。マコ。いや、僕すんのいいとこって聞きましたよ、ちゃんと。これに関してされたの話しながら言ってたかもしれない。全員今言ってるんやけど、本当は。ほんとは電話しただけでいいかなと思ったけど、キムのは笑い方がめっちゃ似てたから言うよ。あ、なるほど。あー、そういうことだ。でも、これは電話さんには言ってます。え、俺には言ってる。じゃあ、矛盾してますよ、その。俺には言ってる。一人会っていうのは、このオフィス以外の人に。あー、この部屋にありますか。この1階にはありますね。2階にもあります。ある空間内での出来事というか。これはでもまあラスト4ポイントかな。おお、だから勝てない。はい、じゃあいきます、せーの。はい。あ、やっぱトイレットペーパー切らすまま放置したの僕です。トイレの時手は洗わない。ああ、トイレ行くとは実はウォシュレットじゃないで嫌みたいな。ああ、はい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 。どうぞ。質問ない。何だった。言っちゃう。実は言ってなかった秘密は。おしっこをするときに、おしっこが終わらないうちに、トイレの線をひねるんです。で、トイレの、一旦吸い込んだと同時に、おしっこが同時に終わるのが一番理想の状態なんです。でも、トイレが流し終わった後にまで、おしっこが続いたら、ちょっとね、汚いんで、その時は、
あー、行っちゃったってなるんですけど、もう一回流せよ、もう一回流せよ、流せよ。くそー。だってこれ、このエピソードほんまにラザールさんの家でやってラザールさんに怒られとったもん。そう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 、ちょいちょい話してるかも。いや言ってた、俺は聞いたことある、聞いたことあるし、トイレで検索かけりゃよかったんか。あー、はい、終わり。はい、終わり。お疲れ様でした。全然分かってねえな、マジで。最終ポイントは俺が4、レが4、キムが 5.5、はい、スンが1と、はいはい、お前さ、カレードスターの問題1個もさ、存在意味ないで。何いる意味ないよ、一問目以外。いや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 、ということで、じゃあ一旦ね、不本意ながらですけども、花王はキム。俺はでもほぼ合ってたと思う。俺も納得せないね。これはもう第2回やるしかない。いや第2回やろう。